10時間レース終了しました。非常にタフな10時間レースでした。木曜日がウェットで、金曜日がドライ、そのコンディションの中で非常に、このマザーシャシとピレリタイヤの、組み合わせがちょっと厳しい状況で、思いのほか、いいタイムを出せなくてすごいバランスに、苦しんだんですけど、土曜日の予選になって、チームもすごく車を良くしてくれて、なんとか、戦えるとこぐらいまでは予選で来たと思います。そして10時間レース、スタートをして、最初の6時間ぐらいまでは結構順調に、20何番手スタートから18番ぐらいまで追い上げて、一発のタイムはないものの、コンスタントラップが結構いいタイムで走れてたので、順位を上げていくことができました。で、僕の2回目のスティントで、クールスーツがちょっと壊れちゃって2回目本当にもう脱水症状と、かなり厳しい状態で、ピットに戻って、それからはもうクールスーツを使わずに、かなり暑い状況で、なんとかチェッカーまで走ったような感じです。途中で、車両の方もトラブルが出たり、思い通りのレース展開ではなかったんですけど、本当にいい経験になったと思いますし、このマザーシャシー乗るにあたって、まずアップガレージさんが僕にオファーをくれたことと、あとはスバルがそれを許可してくれたこと、非常に感謝しています。またこの経験を生かして、また GT にもつなげたいと思いますし、僕のレース人生にもつなげていきたいと思います。かなりきつかったですけど、非常に充実した10時間レースだったと思います。応援ありがとうございました。動画ですか？ありがとうございました。動画かーい。ありがとうございました。お疲れ様です。YouTube よ。お疲れ様でした。井口選手ありがとうございました。結果から言うと6時間まではすごく良かったんですけど、ちょうど井口選手が乗ってる時かなにクールスーツのトラブルが出て、その次の、小林選手の時に、燃料系のトラブルかな、最初はギアがスタックしてしまって、そこからこう連鎖的にトラブルが出て、全員で耐え忍びながら繋いでなんとかで、最後はもうちょっと走りきれなそうだったから、ピットで待機して、最後10分切ったところでコースインして、チェッカーだけは受けたかったんで。きつかったっすね。きつかったっすね。超きつい。でも井口くんが来てくれて本当によかったから、ありがとうございます。逆に申し訳なかったなって思います。ありがとうございました。ライバルになっちゃいますけど。そうだね。また口聞かないから。怖い。ジャフ上。でもお互いジャフ勢でね、得意なコースだから、いい戦いをしたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。